コタ。はい。はい、皆さん、こちらポケットイズの鬼、お願いします。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 今回は、はい。公式テニスを、鬼さんに、はい。経験してもらおうかなと。やっていただこうと。はい。無理です。ありがとうございました。ありがとうございました。無理や、そんなん無理無理無理、はい、公式テニスはいや、やったことないですね、ほとんど。まあ、文化違うんで、まあ、コラボいくつかさせてもらったことあるんですけど、はい、難しいよね。意外と公式の人が軟式の結構すぐできるんですけど、軟式の人が公式やると結構すぐね、バテバテになるよね、結構。あ、なるほど。なるんで、まあ、でもただ、まあ、ワンゲームぐらいだったら、まあ、勢いで勝っちゃうみたいな。あ、なるほど。逆に勢いで勝っちゃうみたいな。僕たちも本格テニスチャンネルですから。いやいや、もうそうしよう。負けるわけには。負けたら。今日から本格テニスチャーシューチャンネルに。チャーシューチャンネルチャーシューチャンネルチャーシューチャンネルに。ドレッドにしてもらいましたから。ドレッドに。リアル MJ くんの。コメント欄でガードマンって書いてます。チャンネルガードマン。チャンネルガードマン。それは出るわ。はい、ラケットもなんて同じの使って、何人二人でも仲良しでさ。ちょっと違う。ちょっと違う。違うの？ちょっと違う。プレステージっていうか全然違う。え、プレステージってこれ、これテロップで書いていいのこれ。書いていいのこれテロップで。あの、ラケットって大丈夫ですね。いいの、俺もよく好きなやつだけど。プレステージは。はい。本格エロちゃん。本格テニスだけど。あれと健全にやってる。だけど1ゲームですね。はい。やっていきましょうか。まあ、あくまでなんかまあね、こういうのやるとなんか絶対競技が上とか下とか出ちゃうんで。関係なくなんかね、まあ、両方楽しいっていうことでなんか味わって、楽しんで見てもらえばと思います。なんか軟式の人は公式やって、公式の人は軟式やるのもいいんじゃないかみたいな、なんかね、交流の動画になればいいと思うんで、ぜひぜひそういう目線で見ていただければありがたいです。はい。お願いします。お願いします。はい。というわけでね、というわけでこの、レブ8ですかね、軟式で言うとね。まあ、いわゆる黄色グリーン、黄色黒の、まあ、軟式でいうレブ8なんですけど、まあ、それのなんか青いバージョンを使っていこうと思って、重い、やっぱ先が。使えるかな？おしゃれ！シュッ！あ、重い！あぁ！軟式でこれ、全然止まらない。すごい感じだね。あ、もう、こっち分かった。
返せる寸前やったけど、無理やわ。あっ、もう時速半分ぐらいあったらいけるにする。時速半分ぐらい緩んでくれたらいける。半分半分ぐらい緩んでくれたらいける。痛いんで、もうちょっとやってやるぜ。まず、あのチャンネルガードのままちょっと潰そうと思います。あるよ、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 これよ、これ攻撃スペシャル。なんかもう聞くと関係ない人だ。楽しかった、本当に。まあ、やっぱ軟式な人は公式やるとね、いいとか公式とか軟式やるとうまいよ、やっぱり。上の使い方がやっぱり俺らより全然うまい、やっぱり。ここですか。そう。でも変化球の対応はやっぱり僕らのこと。あれは無理です。絶対に無理ですね。あれでもフェデラーとか何でやるでも初見いける。無理です。初見いける。2球目ならいけるけど。やっぱね、そう。でもやっぱ変化に富んだところがソフトテニスがね、長く続ける人が多いんですよ、ソフトテニスって、ね。ああいうなんかこうおじいちゃんでもできるからね。確かに疲れないし、はいはいはい、公式ね。確かに確かに。どちらが疲れました？公式3球手でかかった。公式はもうこんな軟式しちゃったらもうね、体に優しいと思ったの。楽しかったです、公式。はい、はい、またこういう公式軟式ない感じで文化これまた先生お願いします。はい、はいはい、また次回のチャンネル登録は、はい、高評価ですか。いいよ、やるしかない。ぜひいいなと思ったら、本当にいつもの倍いいねの方でよろしくお願いします。はい、お願いします。
はい、次回の動画でまた会いましょう。では今日ここまで、バイバイ、バイバイ、バイバイ。